皆さんこんにちは。セレナーデ。フレーズをきれいに歌いながら弾くのがポイントです。その基本から表現力まで身につきます。楽しさから表現力、拍の長さもきちんと取る、ピアノ演奏のコツから表現力まで楽しく学べます。自信を持って人に良い言葉をかけてあげる、これが大切だと思っております。誰でも自分の話をきちんと聞いてくれるととても嬉しくなります。それではまた。バイバイキン。